Hey guys, what's up? It's me, Takeharu. Please call me Tyler. So today's practice is number 147. Maybe 47. I tried output of a phrase of English. So daily use phrase. Let's get started.はい。ということで、まあ、なんとなく。で、ちょっと喋りましたけど。まあ、シリーズみたいな感じですね。日常英会話のワンフレーズということで、アウトプットでやってます。はい。まあ、これ、本当に、今回のは、まあ、これもよく使いますね。よく使うっていうか、まあ、ありがちというか、友達と会話してたりとか、何かの相談事をしてる時なんかはよく出てくると思いますけども、はい。まあ、使えればかっこいい。かっこいいなっていうか、まあ、ちょっと意味を変えた文法を組み立てて、ちょっと意味変えてっていうか、そういう使い方もあるんだな、というところですね。はい。では、行きます。はい。It never crossed my mind. It never crossed my mind. という感じです。はい。まあ、言いますと、It never crossed my mind. It never crossed my mind. とですね。これを文章に書きますと、ちょっと2行になりましたけども、It never crossed my mind.まあ、it はまあそれですね。never は、一度も何々ないっていう感じの、まあ、ゼロ回っていうことですね。一度も何々ない。closed my mind。まあ、my mind は自分自身っていうか、まあ、自分の、まあ、なんていうか、自分の内側というか、まあ、自分の気持ちというか、自分の考えというか、という形ですね。まあ、ニュアンス的には。正確な訳はちょっとわかりません。my mind。マインドコントロールってよく言いますよね。だから、mind。自分自身のコントロール。myself と、まあ、似たような感じですね。my mind っていう感じで、言います。で、これ直訳すると、it never crossed my mind. それは一度も私自身の中、私の考えを、横切らなかったっていうことになりますけども、この crossed が意味が、横切るっていう、cross の意味が横切るという他に思い浮かぶ。という意味もありますんで、It never crossed my mind. ってことは、思い浮かばなかった。一度も何々しなかった。It never crossed my mind. そんなこと思いもしなかった。ということですね。It never crossed my mind. It never crossed my mind. 例えばこう話をしてて、Wow! It's so interesting! It never crossed my mind. っていう感じですね。あ、それ面白いね。すっげえ面白そうじゃん。ああ、思いも言わなかった。思いつきもしなかった。っていう感じで、It never crossed my mind. っていう感じの使い方になります。で、同じような、使い方で言うと、ちょっと色変えて書きますけども。I've never thought about it. I've never thought about it. I've never, もう、I have never. まあ、I have never. で、thought, 考えた。never, 一度も考えなかった。about it. そんなこと一度も考えなかった。あ、まあ、要は、一度も考えなかった。っていうことは、要は、これイコールですね。イコール、思い浮かばなかった。It never crossed my mind っていう感じで。まあ、どっちでもいいと思います。まあ、言いやすい方っていうかね。まあ、なんていうんですかね。これは、まあ、要は、主語が、it なのか、I なのかっていう違いですよね。要は、そんな考えが思い浮かばなかった。一度も思い浮かばなかったっていう、まあ、その主体的なものが、そんな考え。で、my mind って自分自身にっていうことですね。
で、I've never thought about it という感じです。まあ文章的に言うとどうなんでしょうね。これはまあどっちを強調してるのかよくは、多分何を強調してるかの違いだと思うんですけど、こっちの場合の主語がそれですよね。そんな、要は、そんな考えが自分の中には、そんな考えは自分の中には思い浮かばなかったってことですよね。で、これは、愛が主語になってるんで、私は、そんなことを思いつきもしなかったって、私はですよね。でも、どうなんでしょう。英語ってこう、文の中で後ろに出した方が強調するっていう、ふうなことも言いますんで、それを言うと逆になりますよね。こっちだと my mind、 私自身の中にっていうことですよね。私自身の考えっていうことね。で、こっちは about it なんで、どうなんでしょうね。ちょっとよくわかりませんが、まあ、言わんとすることは、まあ、そんな考え思いつきもしなかったと。まあ、そういう考えを私は思いつかなかったのと、私はそんな考えを思いつかなかった。まあ、要は順番が逆になっただけのニュアンスで同じような使い方ができるという、もうライトな考えでいいんじゃないでしょうか。文法的に突き詰めて言うと、厳密に言うと多分違うところも出てくると思うんですけども、似たような言い方。まあ、日本語にもありますよね。まあ、同じようなニュアンスを言ってるんだけど、まあ、気持ち、こっちをちょっと前面に、私がっていうのを前面に出してるとか、気持ち、それをっていうのを前面に出してるとかっていうのは、日本語っていうのははっきりあんまりガバッと言わないんですけど、英語っていうのは、まあ、語順でこう出てますんで、まあ、ニュアンス的には多少の違いはあるんでしょうけども、まあ、そんなこと思いつかなかったとか、考えもしなかったっていうニュアンスで使えばいいかなと思います。はい、今日はこんな感じです。ありがとうございました。ツッコミコメント、いいなコメントありましたらぜひお願いいたします。特にこういう感じだったらね、どっちがどういうニュアンス、こっちがこういうニュアンスっていうのがありましたらぜひお願いいたします。グッドボタン、それからチャンネル登録もお待ちしております。Thank you for watching this video. Could you please subscribe? See you next time. Bye!